サイモン・パジェノはフランスのレーシングドライバー。ボワチエ出身。現在はチームペンスキーからインディカーシリーズに参戦している。記事名のサイモン・パジェノは本人がアメリカで受賞する際の読みであるがフランス語の読みに近いシモン・パジェノ、英語読みのサイモン・ペジナウなど日本においては表記にばらつきがあるがガオラの中継やホンダによる紹介などでは シモンパジェノーである。パジェノーは2002年から2003年までフレンチフォーミュラルノーに参戦。2002年と2004年はフォーミュラルノー2000ユーロカップに参戦した。2005年にはフォーミュラルノー3.5シリーズに参戦。ランキングは16位であった。翌2006年はアメリカに行き、チームオーストラリアからアトランティックチャンピオンシップに参戦。グラハムレイホールをわずかに上回って、 チャンピオンを獲得した。アトランティックチャンピオンシップでパジェノは200万ドルの賞金を獲得し、翌2007年はチャンプカーワールドシリーズにステップアップすることとなった。2007年2月13日、パジェノとチームオーストラリアは契約を継続してチャンプカーにステップアップすることを確認した。パジェノはデビューシーズンで4人を3回コンスタントに結果を残し、 ランキング8位でシーズンを終えた。チャンプカーワールドシリーズの終演後、パジェノはアメリカンルマンシリーズに戦いの場を移し、元カートチャンピオンのジルド・フェランと共に、ド・フェランモータースポーツのアキュラ ARX-01B で LMP2 クラスに参戦した。彼のランキングは14位であった。2009年、ド・フェランモータースポーツとパジェノは大きな進歩を果たし、 LMP1 クラスでシリーズ2位を獲得、チャンピオンとなったハイクロフトレーシングのデビッド・ブラバムとスコット・シャープ組とはわずか17ポイント差であった。ドフェランとパジェノ組は10戦中5勝を挙げ、ポールポジションを3回獲得、ファステストラップを6度塗り替えた。また同年、パジェノはペスカロロスポールのプジョーファップ908をドライブして、ルマン24時間レース。 LMP1 クラスに参戦した。チームは完走できなかったものの210ラップを走行した。レースはデビット・ブラバムがカルワークス、プジョースポールトタルのファップ908で、小ドライバーは元回1ドライバーのアレクサンダー・ブルツ、マルク・ジェネであった。2015-2012年のインディカーシリーズにシュミット・ハミルトン・モータースポーツよりフル参戦。 パジェノにとっては2007年のチャンプカー以来のオープンホイールレース本格参戦であった。ルーキーかつ一大体制ながらロングビーチデニー表彰台を獲得、その後も3位を3回獲得し、チャンピオンシップ5位とルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。前年に引き続き、2013年のインディカーシリーズにシュミット・ハミルトン・モータースポーツよりフル参戦。第7戦デトロイトレースにで、 初優勝。第14戦ミッド・オハヨでは初ポールポジション。第16戦バルチモアで2勝目を挙げるなどの活躍を見せ、チャンピオンシップ3位となった。引き続き2014年のインディカーシリーズに、シュミット・ピーターソン・モータースポーツより、フル3戦。第4戦インディアナポリス GP、第10戦、ヒューストン・レース2の2勝を挙げ、チャンピオンシップ5位となった。 シュミット・ピーターソン・モーター・スポーツから、名門ペンスキー・レーシングへ移籍した。前年に引き続き、ペンスキーから参戦、5勝を挙げて、自身初のシリーズチャンピオンに輝いた。第103回インディ500マイルレースで優勝。ポールポジション、最多リードラップを取り、フランス人として1914年のルネ・トーマ以来108年ぶり3人目、また、アメリカンオープンホイールのトップカテゴリーに、 フル参戦経験のあるフランス人としては史上初の優勝を飾った。チャンプカー、アトランティックチャンプカーワールドシリーズインディカー、シリーズインディ500、アメリカンルーマンシリーズルーマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップユナイテッド、スポーツカー選手権、ルマン24時間レースレートナ24時間レース、セブリング12時間レース。ありがとうございます。